どうやらロシア軍がハイマース弾薬庫を破壊したみたいだね。場所はウクライナ中部の馬に、破壊されたのはハイマース専用ミサイルと M777 榴弾砲の保管庫とのことで、対レーダーミサイルをアメリカがウクライナへ供与したという情報も掴んでいるぜ。どうせロシア軍お得意のフェイクニュースでしょ。なんだかロシアと韓国って似ているよね。さて今回はロシア軍がハイマースミサイルと M777 榴弾砲の弾薬庫を破壊したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。今なお激戦が続くウクライナ軍とロシア軍だけど、ウクライナ軍は砲兵戦において、アメリカから高機動ロケット砲システム HIMARS ハイマースの供与を受けて実戦配備して以来、様々な使い方でロシア軍に攻撃してきたよね。弾薬庫の破壊、後方に位置する兵站補給路の遮断や燃料集積地への砲撃、司令部や兵舎への攻撃など、歩兵や戦車などへの攻撃とは違い、実に戦略的なものばかりだな。今までロシア軍は後方から猛烈な支援砲撃を行っていたが、この攻撃により少しずつその頻度や砲弾量を落としているよ。それは NASA の衛星写真を利用した火災感知システムを見ても明らかだね。実際、ロシア軍の前線部隊への進撃の勢いが落ちていることから、補給が滞っていることが伺え、大打撃を受けているであろうことは想像に難くないんだ。さて、ここでハイマースについておさらいしておくと、ハイマースは射程 80km の精密誘導ミサイルを6発装備した機動性の良い高機動ロケット砲システムでアメリカ軍から提供されたものだよ。いわゆるマースマルティプルローンチロケットシステムと呼ばれる兵器となっているね。この MLRS 多連装ロケットシステムについてだが、東西冷戦時代、旧ソ連を中心とするワルシャワ条約機構軍が協力、強大な大戦車部を押し立てて北大西洋条約機構 NATO 陣営に襲いかかられた場合に、それに対抗するだけの戦車数を持たなかったアメリカが、多数の数百個の小型爆弾を詰め込んだクラスター弾頭のロケット爆弾を用いて、旧ソ連軍の榴弾砲の射程では届かない遠方から一斉射撃し、クラスター爆弾の雨を降らせて進行部隊を丸ごと壊滅することを狙う面制圧のために開発された兵器だね。今回ウクライナに供与されたのはハイマース、そしてイギリス軍が保有していた M270 と、アメリカが使用しているマースの M270 型を改造した多連装ロケットシステムマース2となっているよ。しかしながら、これらの兵器について、実際に引き渡された数は不明とのことで、ちなみに M270 はマースと 227mm ロケット弾を12発搭載可能であり、現在でも NATO 諸国で運用されているんだ。8月12日まで26機のハイマースがウクライナ軍に供与されていることに加え、上述したようにハイマースの他にもマースが供与されたんだけど、高機動性のハイマースと、機動性は劣るもののハイマースの倍の12発のロケット弾を連続発射可能な M270 とマース2など、ウクライナ軍は戦況に合わせてこれらの兵器をうまく使い分けているみたい。ハイマースと他のマースが使用するロケット弾は同一のもので、具体的にはアメリカがウクライナに供与しているロケット弾は、高性能爆薬を詰めた単弾頭タイプで長射程の M30H-M30 の改良型または、精密誘導ロケット弾の M31 と見られているようだね。ちなみに、M30H のベースは M30 クラスター弾で、これは弾頭に約400個の小爆弾小型爆弾を詰めて発射し、目標上空で炸裂させて小型爆弾を散布、広範囲において展開している敵部隊を殲滅することができる優れものなんだ。しかしながら、このクラスター弾は不発弾となる小爆弾が多く発生することが指摘されていたな。戦後、平穏が訪れた際にも、この不発弾によって多くの住民が犠牲になってしまっているぜ。故にこの兵器は非人道的兵器と揶揄されており、近年は、国際的にその使用を規制する動きが活発になっているぞ。この規制というのが、クラスター爆弾禁止条約オスロ条約であり、日本はその条約を批准しており、現在の陸上自衛隊はクラスター弾を保有していないんだ。一方でアメリカはこのオスロ条約を批准してはいないのだが、面目を保つ意味合いからか、
M30 のクラスター弾を廃止し、単弾頭型に改良した M30AH を運用しているね。ちなみに中国やロシアといった国も、オスロ条約を批准していないぜ。さて、上述した通り、ロケット弾の使い道は多岐にわたり、様々な作戦に対応することができる、いわば汎用性の高い装備と言えるだろうね。M30AH、M31 の最大射程は70から80キロ、味方によっては90キロ以上ともされているよ。しかしこのロケット弾の何よりの利点は射程距離ではなく、高い命中精度と言えるんだ。GPS による誘導を実現した G-MARS 型ロケットで、70キロ先の目標に対して、2から3メートルの誤差で命中させるよ。実際、この高い命中精度を活かし、ウクライナはピンポイントでの攻撃を成功させているぜ。7月下旬、ロシア軍が占領しているウクライナ南部、ヘルソン州の州都ヘルソン市近郊のドニプロドニエプル川に架かるアントノフ橋を、ハイマースのピンポイント攻撃で通行不能にしたことが大きな例だな。しかもこのアントニフスキー橋攻撃において、ウクライナ軍は橋を完全に破壊するのではなく、道路部分に大きな穴を数箇所開け、大型トラックのみを通行不可としているんだ。つまり小型車や徒歩による通行を可能にしながら、橋脚などは無傷で残っているというのだから驚きだよね。ヘルソン市やドニプロ川を溶かして、ムイコラーユ方面に進出して展開しているロシア軍にとって、この橋は重要な補給路となっているよ。とはいえ、ヘルソン市を奪還すればこの橋もウクライナの重要な建造物だからね。打撃を与えながらも、今後のことを考えて、素早く橋を修復できるようにするために、橋脚の破壊は避けたということみたい。以前までは多数のロケット弾を同時に発射し、クラスター弾によって広範囲に制圧することこそ面制圧の定石であると言われていたが、G-MARS の開発によって、クラスター弾に頼らない面制圧が可能となったというわけだよ。このハイマースなどのマースから発射される長射程精密誘導ロケット弾は、ロシア軍の多連装ロケット砲に比べてより正確に命中させ、より低空飛行をする。そのため、ロシアの防空システムに迎撃されづらく、ロシア軍は苦戦を強いられているようだな。だからこそ、ロシア軍は頻繁にハイマースを破壊したとのプロパガンダを展開しているぜ。やられっぱなしであるということが尺なのか、見栄を張りたがるロシアらしい言動だよね。冒頭でも説明したように8月9日にも、ウクライナ中部の馬荷にある弾薬庫を攻撃して、弾薬庫内に保管されていたハイマース用のミサイル300発以上と、155mm 牽引式榴弾砲 M777 を破壊したとロシア国防省が定例記者会見において発表していたよ。ロシア国防省やロシア軍は、これほど盛んにハイマース関連の破壊情報を発表してはいるものの、いずれも証拠となる画像や動画は存在しないんだ。添付されていても映像が不鮮明であったり、爆発の瞬間だけを切り取って公開していたりと、事実認定が不可能なものばかりだからね。ロシア国防省の9日の発表についても、これを報じたロイター通信が事実関係は確認できていないとしているよ。このことから、いかにハイマースをロシア軍が恐れているのかが理解できるかと思う。しかし追い打ちをかけるように、さらなる兵器がアメリカからウクライナに届けられたんだって。8月8日、アメリカがウクライナに対してレーダーシステムを標的として自律的に攻撃する対レーダーミサイルを供与したことを、アメリカのカール国防次官が記者会見において明らかにしたんだ。カール国防次官は、対レーダーミサイルの種類や、供与についての具体的な日時や正確な数量などは伏せていたものの、CNN の取材などによって、供与されたミサイルが空対地ミサイル AGM-88 であることが明らかになっているよ。実はこのことが発表される以前から、ウクライナ側は対レーダーミサイルを受け取ったことを匂わせていたな。というのも、7月25日に対レーダーミサイルを受け取ったとウクライナのレズニコウ国防相が発言していたぜ。しかしながら、ウクライナ空軍の戦闘機が全て旧ソ連製であることことから、西側の対レーダーミサイルの運用には搭載に向けた準備にかなりの時間がかかると考えられていたってわけだ。実際、そのようなことを行っていたという情報はどこにも見当たらなかったしな。しかし、
カール国防次官の発表の前日7日の時点で、戦場において AGM-88 のものと認定できる破片が発見されているよ。これはウクライナのウクライナウィーポンズトラッカーのツイッターに投稿されており、すでに供与されていてウクライナ軍が運用していることの動かぬ証拠となったというわけだね。そう考えると、カール国防次官の発表は今更なものにも思えるのだが、これはとある理由が推測できるんだ。アメリカ側が AGM-88 の供与はできるだけ取得しておきたいという思惑があったからだな。そういうこと。ロシア軍に感づかれる前に、同時多目標光線能力を持つ超長距離地対空ミサイルである S-400 や、同時多目標光線能力を持つスタンダードミサイルである S-300 といった、対レーダーミサイルを可能な限り破壊しておきたいとの考えがあったと思われるよ。つまり AGM-88 はすでに供与され運用されていると考えてよいだろうね。どのプラットフォームから発射されたのか不明であるものの、アメリカがウクライナにMiG-29のためのパーツを供与したとの情報は入手しているし、いわばこれがMiG-29において AGM-88 を発射可能とするものであったという可能性は非常に高いはずだよ。ウクライナは新兵器の導入によって、さらに遠距離から、なおかつロシアの防空システムをかいくぐる攻撃手段を手に入れたと言えるだろうね。とはいえ、未だウクライナにも足りない部分は多々存在しており、ロシア軍の空からの攻撃に対する防衛力もその一つだよ。これら新兵器の供与について、当然ながらロシアはダイブイングを行っており、武器供与による紛争の長期化を指摘しているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。